女性ホルモンケアで明日をいい日に。 ABC ラジオ大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ、私体上手に優しく付き合える毎日を、番組パーソナリティの馬場典子です。これからお送りするのは、専門家の方をゲストに迎えて更年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラム、女性の健康や更年期について語ろうです。スタジオには前回に引き続き、社会医療法人美杉会佐藤病院副院長白井久弥さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。の前回は女性ホルモンの一つであるエストロゲンと更年期世代と関節が関係あるということを教えていただきました。ちょっとおさらいになりますけれども、改めて具体的にどんな不調が出てくるのか教えてください。多いのは手の違和感、手のこわばり、関節が痛い、指が腫れてくる、痺れるなどはよく見られる症状です。はい、でそういった手指の不調が出てきた時、やっぱり自分で判断するよりも原因が何かをちゃんと知るために整形外科を受診するのがおすすめですね。そうですね、はい、まずは不調の原因を知る必要がありますから、整形外科の受診をおすすめします。初回ではレントゲンは必須ですし、またリウマチと鑑別をすることも多いので、血液検査もすることもよくあります。はい、整形外科の中には手外科専門医もいますので、もしも専門性を希望されるなら、ご自身で日本手外科学会のホームページを見られて、その専門医の名前と勤務先をご覧になることができます。整形外科の中でもより専門性の高いその手外科学会のホームページというのがあるんですね。 あるんです、はいはいはい、ではどんな治療をされるんでしょうか。前回お話ししたバニュービという腱鞘炎ね、これはちょっと厄介なところがありまして、湿布とか塗り薬はほとんど効果がないと思います。で指というのはまあ動かすパーツですから、指を固定しておくことはできないですね。ですから腱鞘炎へのステロイドの注射が最も有効とされてまして、8割程度の方はこれで大変良くなります。もしも注射でダメなら、10分程度で終わる簡単な手術なんですけれど、局所麻酔で行える腱鞘切開術をすると良くなります。いや、なんかついつい痛いと湿布や塗り薬にまずは頼ってしまいそうなんですけど、やっぱりちゃんと専門医に見てもらうっていうこと大事なんですね。それが良い、良いかと思います。はい、他にはどんな治療ありますか。はい、もう一つ更年期で多い指の第一関節が腫れてきて痛む病気ですね、ヘバーデン結節なんですけれど、これは関節の障害ですから、関節を固定する治療が良いとされております。はい、それでもし当て木をすると有効になるんですけれど、やっぱり邪魔になるために、私としてはテーピング固定を推奨しています。はい、外来では私流のテーピング方法を指導したりしています。ヘバーデン結節というのは進行は何年もかけて進むんですけれど、徐々に指の可動範囲が狭くなって、最後まで行くともう関節がほとんど動かない人もいます。それで最終的には固まってしまう、固まっちゃうと今度全く無痛に痛み消えるんですね。これまた不思議なところで、ですから積極的な手術というのはないんですけれどね、どうしてもテーピングとかでね我慢できない場合は、稀にはやっぱり手術で関節を固定するということも行います。痛みに対してはどうなんですか。痛み止めはね、たまに飲むこともありますけれど、女性ホルモンに着目した治療なんかも考えられます。こう本当に症状によってさまざまな治療法があって変わってくるわけですね。はい、この番組でも何度もお伝えしているエクオール、これは更年期を迎えた女性の健康をサポートする大豆から生み出される成分で、女性ホルモンと構造的に似ているので女性ホルモンのような働きをするということで知られて、今注目されていますけれども、このエクオールを摂取することは手指の病気などにもおすすめですか。エクオールはですね、大豆や豆腐や納豆などに含まれている大豆イソフラボンが腸内細菌で代謝されて作られます。
このエクオールはエストロゲンに似た化学構造を持ちますので、うん、エクオールが女性ホルモンに似た働きをして、うん、指の病気に役立つ場合があります、うん、サプリメントですから、うん、エクオールを試すのも一方かと思われます、うん。このエクオールを腸内で作れるのは日本人の、まあ、2人に1人と言われているんですけれども、これ腸内で自分が作ることができるかどうかっていうのを判別簡単にできるんですよね。検査キットありまして、はい、私作れる人ということで、もともと大豆製品も大好きなのでせっせと取ってるんですけど、自宅で尿を取って郵送するだけという手軽さもいいですよね。そうですね、そういう方法もやられてる方も、はい、おられます。はいはい。では最後に、今更年期で手指の不調を感じている、あるいはまあこれから不調が出てくるかもしれないという皆さんにメッセージをお願いします。更年期というのはまあ避けることはできませんし、うん、程度の差はあれ手指の不調はかなりの女性が経験します。症状が続けば一度は整形外科を受診していただいて、さまざまな治療法やセルフケアとしてのエクオールの摂取を検討されてはどうでしょうか。ありがとうございました。穴山に私のちょっと不調も見ていただきましてとりあえず大丈夫そうで、ちょっと筋肉使っちゃったかなというぐらいだということで、はいはいはい、一安心しましたが、油断しないようにしっかりエクオール取っていきたいと思います。社会医療法人美杉会佐藤病院副院長白井久弥さんでした。2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてきました女性の健康や更年期について語ろう。この番組は専門家の方をゲストに迎えて更年期の体と心についてお話を伺うスペシャルプログラムです。大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部プレゼンツ、私体上手に優しく付き合える毎日をのラジオ放送の中でもご紹介しています。お相手は馬場典子でした。次回もお楽しみに。